この動画は2021年春の総集編です。This video is a summary version of the spring of 2021. パート1、探索鉢、パート2、入居、パート3、文法収容です。10日ぶりに来てみると、草が相撲を邪魔しています。5月19日の今、探索蜂が出入りしています。巣箱を叩いても反応がありません。このため、まだ入居していないことがわかります。お尻を上げてフェロモンを放出し仲間を呼んでいます。
日本ミツバチの分蜂群を捕獲し、巣箱に収容します。I captured Japanese honeybees and accommodated them in beehive. 木の枝などに集まった日本ミツバチの分蜂群は、優しく扱えば、人を刺すことは、めったにありません。蜂を刺激しないよう、スローで作業します。この時、蜂を圧迫しないよう、慎重に行います。蜂が上へ固まる習性を利用します。蜂が自ら歩いて登るよう仕向けることが大切です。蜂が落ち着いているため、安全と判断し、手袋を脱ぎました。夏以降の分蜂では、スズメバチが分蜂の塊を襲うことがあります。この時は、蜂は神経質になっており、近づく人間を刺す場合があります。蜂の塊を逆さまにします。この時、可能な限り、スローで作業をすることが大切です。蜂を手荒に扱うと、収容後に投去することがあります。